はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミソです。今回はシャドーバースの方やっていきます。はい、はい、今回ね、僕が使っているこちら進化ロイヤルで、守護神ショップですねと戦った時の試合を見ていくんですけども、これは僕が使ってるだけですよ。こいつしか入れなくていいからです。で、進化ロイヤルね、守護神ショップとの相性的にはどうかっていうと、まあ微妙というか半々、悪くはないけど良くもないといった感じですね。ペインレスサムライは今の環境的に必須です。ペインレスサムライが進化した状態でいるだけで、守護ビショップのキーカードの1枚であるウィルバート、こいつファンファーレ能力で自分のリーダーに、めんどくさい能力ですね、相手がつまり僕が攻撃するとき守護を持っているフォロワーを攻撃したら僕のリーダーに2ダメージ、これを無効化することができます。ペインレスが、進化したバニーライダー。そして、もう一つラーの効果、これね、これもファンファーレでリーダー付与なんですけど、自分のターン中相手のリーダーに X ダメージ、 X は自分のターン数から5を引いた数、6ターン目にラーが発動すると1ダメージ僕のリーダーは食らってしまいます。これも、ペインレスサムライが進化した状態でいると無効化できます。これですね、能力によって受けるダメージはゼロになる。ただ、ペインデスサムライで完封できるかって言ったらそういうわけでもなくて、今の守護神ショップにはアンベルトがキーカード、一番強いカードかなって感じで入ってるんですけども、アンベルトさんは場に出た時、ファンファーレではなく場に出た時、相手のフォロワー全てに4ダメージ、そしてリーダーにも2ダメージ、フォロワーに4ダメ与えてから2ダメージなので、ペインレスが消えて、効果がペインレスの効果が消えた後に2ダメージ結局食らってしまいます。でしかも守護ビショップの強いところは、アンベルドをよし破壊したぞって、あとエンハンス6で使うサリッサさんで復活できるんですね。このバトル中破壊された時、守護を持っていた自分のフォロワーと同盟のフォロワーは1体を場に出す。だいたい守護ビショップの一番コストが高い、カードはアンベルトですね、はい、ウィルバートが6コストなのでアンベルトが確定で出てくるように今デッキを組まれてるでしょう。だからなかなか厳しい度ではありますけど、高校引いた場合はラミエルで、高校4ターン目進化することによって高校5ターン目にしてナハットとかできたりするから強いんですけど、まあそこまでしなくてもって感じですね。あとは進化数を序盤から稼ぎまくって堕落の決意が PP3 回復が回復発動するまでは進化しておくことが重要かなと思います。じゃあ今回はねリプレイの方でちょっと戦い方を見ていきたいと思います。はい、今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイをね見ていきますよって、お相手さんはもちろんビショップ、マスターランクに到達して、グランドマスターの方でした。先行を引きましたね。先行を引いた場合はまあ影光くんとかやっぱ欲しいんですけども、1ターン目から影光を出すのもありです。ラミエルさん来ましたね。先行時のラミエルは完璧にただの2コスト22守護なので普通にそのまま使いましょう。ペインレス侍、ちなみにラミエルは能力によって受けるダメージはゼロになるのでなかなか強いです。アンベルト1ターン目から出てきましたね。もちろんここはラミエルを出していきます。一人幻影。お相手さん2ターン目の動きはパスでした。まあここはちょっとお相手さんね、手札の周りが良くなかったんでしょう。ちょっと助かりました。はい、ここは椿ではなくゲルドをプレイしていきます。情けねえとこは見せらんで。お相手さん3コストで洞窟の聖堂聖騎兵を出して、カウントダウンを進めてくると。はい、使いたくないんですけど盤面にフォロワーを展開しないよりはマシかなってことで、ここは椿を展開しておきます。はい、3点は相手の顔へ。おやつさんの 4PP 成績の使徒ホーリーデムでピラータートル、カウントダウンを進めることを優先したんでしょうかね。5コストの、守護フォロワー、守護フォロワーっていうか、そうか、これ4コストのカードしか持ってこれないのか。ピラータトラ4コストのビショップフォロワーもしくはアミュレットを持ってきた。守護ビショップだと何が出てくるんだ。まあいいや、とりあえずここペインレスサムライよりはってことで、はい、ここはまあ残念でしたね。
ゲルドが弾けたらよかったんですけど弾けなかったということで、おとなしくオネストシーフをプレイ。まあオネストシーフはあの連携7でお得進化なんですけども、今回は進化しません。次どうせアンベルト出てくるけどって感じだったんですね僕ね。これで消滅させられたらめんどくさいって感じだったんですけど、お相手さん進化権を渋ってきたね。まあ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 といったところでした。はい、アレスカさん引けました。影光さんと一緒に使うにはまあエンハース7、エンハース7、あの 7PP だとあの影光くんを、エンハース3で突進させてってできるんですが、今回は黄金の靴があります。はい、これで、アレスカさんはお得進化、そして進化時能力は発動、マイナス2コストしたターミナルウェポン。影光くんはもちろん当たっておきます。消滅させられたら嫌だなと思ったんですけど、おやつさんここでも進化権を絞ってくる。グランドナイトウィルバート、おやつの海で、ここで影光くん出てくるんですけども、ここで、ウィルバートさんも取るってなると進化あと2回しないといけないんですね。ちょっと厳しいってことで、ここはターミナルウェポンを使って守護2体を除去。体力が15なんでゼルガネイアの効果も発動しないんですよね。先見の神官、ターミナルウェポンがさようなら、そしてホーリーエンチャンター。強いんだよなホーリーエンチャンター。影光くんがさようなら。盤面的には守護裏に46がいるっていう、まあめんどくさい盤面なんですけども、はい、一応返すことはできます。ただ最後の進化権は使わざるを得ない。破滅が正す、ルシフェルさんを進化、全体に3ダメで、ここまあやむを得ず取ったって感じですね。 このターンでお相手さんアンベルトが出てくるのでさようなら。でお相手さんゼルガネイアで体力回復&ドロー。ここ神聖なる先導者がとんでもないほどバフされてうわーって感じだったんですけど、はい、そこら辺はねここで引いたカードとって感じかな。はい、椿、この椿が強いですよ。しかもねここゼルガネイア先に使うんですけど、はい、堕落の決意が来てしまった。進化を4回、 PP3 回復を発動する。はい、全除去。はい、椿さんの効果覚えてますか。破壊されたフォロワーが10体以上ならばプラス11して攻撃力最大の相手のフォロワー1体を破壊する。ゼルガネイアさようならと。これでアンベルトをもう一回出されたとしてもゼルガネイアは生き残るなって感じでした。鉄火で報いる。お相手さんさらにドローしていくと、お相手さんサリッサを進化してあのサリッサを強くしようって感じだったんでしょうね。守護の裏に隠れたサリッサはマジでめんどくさいです。ここであの守護が出ていなければもうこれ走って終わりだったんですけど、残念ながらそれはできなかったので、ここははい、アルヤスカさん、そしてペインレス侍、傷も痛みも覚悟の上だ。ちなみにですね進化回数が今6回です。アルヤスカさんを進化した時に7回になるので、あいつのコストが7下がる、つまり1コストになる。ターミナルウェポンでめんどくさい2人をさようなら。でここはこのあとラーとかが出てきたり、もう一回、サリッサとかでねアンベルト出されたら嫌だなってことで、ゼルガネイアはそのまま攻撃しません。おやつさんもゼルガネイア直接召喚。おやつさん当たってきたんですね。でカインドブライトエンハンス9で使ったので体力を6回復、2枚ドロー、僕とフォロワー全てに6ダメージ、ゼルガネイアの効果が発動しているので4ダメ、はい、僕の勝ちですね。こいつ殴ってればワンチャンあったかなーって感じですね。僕に猛虎がなければって感じでした。まあ猛虎あったんでどの道勝ちですが、
まあラー出されてたらちょっと変わってたかもしれないですけどね、これ。はい、いかがでしたでしょうか。あの最近は、最近というか、まあ始まってまだ1週間くらいしか経ってないですけど、僕はこのデッキで今のところ戦ってて、まあまあ勝てるというか、墓場もまあ稼ぎやすいデッキだから、その椿と猛虎の発動条件をよく簡単に満たせる。で、手札はエメリアさんで枯渇しにくいし、ナハトさんのタイラントオーダーを使えばフォロワーが簡単に破壊できる。で、あと堕落の決意もね、進化数を簡単に稼げるから、まあ7ターン目くらい、6ターン目かな、最速でも進化数5とかいけたりするので、なかなか強いです。あと、まあ最初にも言ったんですけど、高校引いた場合は4ターン目にラミエルを進化すると、高校なのに相手より PP 上いけます。ドラゴンでもないのに。で、おしゃれピン刺しとして入れてるあのプレミアで、まあ、作ったんですけどね、神、この人の声、まあこの人自体大好きですけど、はい、ルシフェルさんもね、結構活躍することがあります。進化圏を使わないと全体3ダメできないっていうのはありますけど、ゼロコストに近い感じで出しても、66の選択できないしされないカードなので、取るとしたらゼルガネイヤとかランダム破壊で取るしかない、なかなか強いカードとなってます。やっぱりね、今の環境ペインデスサムライ必須なんですけど、まあ進化圏の戦い、使い方結構重要になってきます。このデッキなかなか楽しく強いデッキです。ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。